ここでは単項式の情報の例題について見ていきますこの問題の方針とその解き方を詳しく見ていきましょうまず方針から確認ですね掛け算の交換法則と指数法則を使って計算する今回はただそれだけですよね早速見ていきましょう まず1からです。1は A の5乗かける a の3乗ですね。これも指数法則を使うことです。ただ指数法則というのは暗記じゃなかったんですね。意味を使えばすぐ思い出せるよと。今回でいうとこの A の5乗っていうのは A を5回かけているという意味だったんですね。 A のの3 3乗とといいううは、A、を3回かけてるという意味だとじゃあ全部で結局 A を何個かけてるんだっていうと A をここで5個ここで3個なんで全部で8個かけてますよねですから答えは A の8乗になるよっていうことやったんですね OK でしょうかでは次カッコに行きましょうカッコにはマイナス X4 乗かけるあこれもねかけるっていう意味やったんですねこのチョボもかけるも同じ意味ですどっちを使ってもいいんだよっていうのは再確認しておきましょう -x4 ×2x3 ×3x2 乗かける X 乗かける X 乗っていう問題ですね。この問題はどう計算するんでしょうかというとまずはプラスマイナスの符号を判断しておきましょう。マイナス×プラス×プラスということで答えは絶対にマイナスになります。そして数字の部分はこれ掛け算の交換法則を使って順番入れ替えたらいいんですね。つまり先に 2×3 の計算をしてしまえばいいと。で 2×3 を計算すれば6になるよと。 そしてあとはこの x の部分の計算ですね。x の4乗かける ×x の3乗かける ×x の2乗。全部で x を何個かけてるかなっていうと4個3個2個なんで全部合わせたら9個ですね。ですから答えはまとめて6 x の9乗になるということなんですね。OK でしょうか。 では次。とい3です。A の3乗全体を4乗すると A の何乗になるでしょうかというこれも指数法則でしたね。指数法則に慣れてる人はすぐにね。A の A のの3かける4乗乗で12ってもちろん言ってもいいですがこれもね暗記じゃなくて意味を考えればすぐに思い出すことができたんですね。というのもこの A の3乗全体を4乗するというのは結局何を何回かけてるかって考えたらよかったんですね。 この意味は a の3乗を4回かけてるよ。という意味だったんですね。a の3乗かける a の3乗かける a の3乗かける a の3乗でそれぞれにおいて、ここは a3 個かけてる。a3 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 個,個かけてるということなので、全部で a は何個かけてますか？って言うと、これは12個かけてますよね。ですから、a の12乗という答えになるという考え方です。ok でしょうか？次かっこ4いきましょう。かっこ4もね。かっこ3と似たような形なんですが、ここにも指数法則が使われてるんですね。 どんな指数法則やったかっていうと x×y 全体の m 乗は x の m 乗 ×y の m 乗っていう風に分解することができるっていう法則やったんですね。でこれが何で成り立つかっていうのはね要点のところで詳しく解説してるんでね気になる方はそちらをご覧になってください。今回これを使ってねもう早速解きます。じゃあ今回の問題ではどういう風になるかっていうとこの掛け算の全体の3乗は2の3乗 ×a の2乗の3乗。 かける b の3乗っていう風にこのように分解できるんですね。で、あとはそれぞれ計算していくだけです。マイナス2の3乗はマイナス8です。a の2乗の3乗は a の6乗になりますよね？b の3乗はそのまま b と3乗なので、答えはマイナス 8a6 乗 b3 乗ということになります。 次、過去語いきましょう。弧5もね一瞬複雑に見えるかもしれないですが全部掛け算なんでね間にあるのは全部掛け算なんでこれは掛け算の交換法則を使えばすぐ終わりですつまり順番を変えて掛け算したらいいんですね一番初めに数字の3 ×ス5を計算すればいいじゃないかとその次に a×a の2乗、A、の4乗を計算すればいいじゃないかとそして最後に b×b の3乗、B、の5乗を計算すればいいじゃないかと またはそれぞれ計算するだけですね。3かけるマイナス5はマイナス15。a の2乗かける a の4乗は a の6乗。b の3乗かける b の5乗は b の8乗になるので、全部合わせたらマイナス 15a6 乗 b8 乗という答えになります。OK でしょうか。ではラストカッコ6いきましょう。 6は掛け算全体のほにゃ乗×かけ,るかけ算全体のほにゃ乗っていう形なんでまずこのそれぞれにおいてこの指数法則ですね掛け算の m 乗はそれぞれの m 乗の掛け算になるよこの指数法則を使おうっていうところからです。じゃあこの前半部分はどうなるかっていうとののの乗かける2乗乗乗乗 ×x ×y というふうになりますよね。 後半部分はマイナス3の3乗かける x の3乗かける y の2乗かける3乗ということになります。であとは掛け算の交換法則を使って順番を入れ替えて計算すればいいだけですね。マイナス2の2乗つまり4かけるマイナス3の3乗つまりこれはマイナス27ですね。掛け算したら4かけるマイナス27でマイナス108になります。x の6乗かける x の3乗は x の9乗になりますよね。 y の8乗かける y の6乗は y の14乗になるのでね。このマイナス 108x9 乗 y14 乗っていうのが答えになります。ok でしょうか？はいということで、ここでは単項式の情報の例題について確認しました。どうでしょうか？理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントで再現できるように、この問題の類題など、しっかり練習して身につけておきましょう。